魚釣りを楽しむゴードンムーアゴードンムーアは、インテルコーポレーションの設立者の一人であり、現名誉会長である。1929年、サンフランシスコ南部の太平洋岸の小さな田舎町で生まれた。中学生の頃に、おもちゃの実験セットで、黒色火薬などを作って遊んでいるうちに科学に興味を持ち、高校時代にはニトログリセリンを作ったこともあった。 1946年、三ノ瀬州立大学へ進学。専攻は科学、副専攻は数学を学び、1948年に科学の上級カリキュラムを学ぶため、カリフォルニア大学バークレー校に転籍し1950年に卒業した。すぐにカリフォルニア工科大学大学院に進学。赤外線文工学分野の研究で、 科学博士号を取得した。卒業後ジョンズ・ホップキンス大学、応用物理学研究所に入社した。しかし研究チームの解散とともに退社した。1956年、ウィリアム・ショックレイ博士に誘われて、ショックレイ半導体研究所に入社。ここで、名優ロバート・ノイスに出会う。だが博士との折り合いの悪さから8人の仲間と共に、同社を退社することになる。 後にこの時の8人の研究員は、8人の裏切り者、と呼ばれることになる。企業家、アーサーロックの支援により、ムーアは、仲間と共に1957年に、フェアチャイルドセミコンダクターを設立した。1961年には、IC の大量生産に乗り出し、60年代半ばには、世界最大の半導体メーカーとなった。 1963年には同社に面接に来たアンドルー・グローブを採用している。しかし会社が大きくなるにつれて人事をめぐる問題が生じ、経営陣に強い不満を持っていたノイスと共に会社を去ることになった。そして1968年7月18日にインテルを設立した。すぐ8月に従業員第1号としてグローブを採用。 1979年にはインテル会長に就任。ノイスは副会長、グローブは社長という体制になった。1965年に彼の唱えたムーアの法則は半導体産業のガイドライン的な役割を果たすようになる。ありがとうございます。